7号車森克幸、川口ハンデ30。さあ森、そして松尾、この両雄が並び立つのか。森は節間ここまでほとんどが12レースです。12レースの発走でございます。5秒を切ります。3秒前、第12レースの準決勝スタートしました。さあ20メートル線のスタート争いでありますが、インコースから3番の早津、さらには押田、松尾綾、今日は松尾綾がいいスタートを切りました。4番手からの競争になりました。先頭は木村義則、2番手には西村義政、その後ろから人気の一角3番の早津康介が3番手から前を狙います。レースは2周目に入りました。人気の森克幸でありますが、現在最後尾に下がってしまいました。先頭は1番木村義則、2番手から西村、そして3番手に早津康介、ぐーっと3番手から早津がアプローチ、受け止める西村義政、2番手の位置であります。トップを狙いまして、さあ1コーナーではここで西村義政が先頭に上がりました。先頭西村かわされました1番の木村義則。中段では6番の前田潤がインコースから攻めどころを見出そうとしておりますが、ここはまだ突っ込みきれません。おっと、リバンタラス各選手がぐらつくような感じになりました。インコースから前田潤、前田が2番手に上がろうとしております。外から松尾綾が2番手、6番の前田潤、この辺りは3選手が交錯するような感じ。3コーナーから4コーナーのカーブでは2番手が松尾綾、先頭を狙いまして、おお、西村のインコースを捉えてまいりました。残りは2周回終盤戦、8番の松尾博文が一気にまくり切りまして先頭に立っています。先頭は松尾博文、2番手は松尾綾、さらには前田潤が3番手の位置、両松尾が先頭2番手、松尾博文が先頭だ。残り1周ブルーフラッグを通過しています。松尾綾が2番手の位置、3番手が6番の前田潤、先頭争いはもう一度松尾綾が差を詰めている。先頭は松尾博文が先頭だ。松尾綾がもう一度、さあゴール前でどこまで迫るのか、並んでくる、わずかに松尾博文。払い戻し金です。2連勝短式、8番5番2520円、11番人気。2連勝複式、5と8の組み合わせ、1480円、6番人気。3連勝短式、8番5番6番14400円、59番人気。3連勝複式、5と6と8の組み合わせ、2470円、12番人気。